ぷっくりかわいいパール&ラメ、キラキラピンクのビビッドロゼ、重ね使いでツヤ感アップ、ナイトケアにもクリスタル。ぷっくりうろうツヤ感リップ、イスミラー。皆さんのお悩みを A&魂で一発解決、ザコシの元気が出る A&相談室。さあ、最近ザコシさんがお悩み相談のカリスマ的存在になりつつあるこのコーナーです、うん、今回はママタルトからのお悩み相談です。どうぞ。はい、なんかあるんですか。別に今もう引く手あまたじゃないですか。いや、そんな、はい、なんか注目のお笑い芸人つって、次回 M1 とかで入るんじゃないかっていうのをママタルトって、なんか俺入ってたような気がするんだけど。ありがとうございます。ありがとうございます。だから別に悩みとかないと思う。その例えばコンビの片方大鶴ひまんに特徴があるときに、例えばアインシュタインさんとかだったら、ゆずるさんがこう変、ごめんなさいね、変なやつ連れてきてとか言うじゃないですか。はいはい、で僕もまあその役をやること多いんですけど、はいはい、まあなんかそれをするにしてはちょっと、うん、あのちょっと太ってたりとか、あのブサイクだったりとかして、確かになんかね、大鶴もめっちゃ変なんですよとか、190キロもあってこうこうこうでとかってなんか言うにしてはなんか、うん、鼻につくというか、そのなんかその悩みがあるんですよ。はい、確かにな。はい、まあでもな、そこを言ってしまうとな、別になんもコンビやし、はい、なあ、そんな別にでもかしこまる必要もないよね。ああ、うん、でもなんかさ、はい、ちょっと地味やん。あ、地味ですね。はいな、はい、本当のこと言うと、はい、スーツがちょっと地味なのの引き立たせるんじゃない。あ、それでやっぱよりまた自分を殻に閉じこもってるみたいな。そう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 、はいはいはい、スーツってなんか あのベタっちゃベタやん。はい、そうですね、茶色いスーツ。こっちちょっと、はい、カジュアルみたいな感じしたら、お前。あ、僕もその。ああ、なるほど。一回ね、はい、一回こんな感じで地味な感じの見せといて、で、あの本当お前地味やから、ちょっとお悩み相談みたいな、本当悩みあるんですよ、はい、つって、はいはいはい、もう一人多分いるとするとね、はいはいはい、で MC に、はい、あのこうそういうパーカーとか着たらみたいな感じのこと言わせて、で次にまたパーカー着てちょっとあの色気づくみたいな感じだったら、ちょっといじられるもんだったら。確かにそうです、うん、なんか僕がちょっともう色気づきらして、そう、いじられる感じになった方が強いで。なるほど、そうですね。今オールツール肥満だけ売れてるから。そうですね。でお前もいじられた方がいいよ。はい、あ、わかりました。うん、絶対その方がいいと。もうパーカーからパーカーっていうか、本当裸芸人みたいになる顔になるからな。あとそれからなんか、はい、本当にそうスーツでもいいかもしれないけど、はい、本当になんか変なギャグとか考えていったら。あ、確かにそうですよ。大鶴はよく、まーちゃんごめんねって言ってるんで。そうそう、僕も何回かは言ってますよ、うん、こう頑張って。あんの。じゃあ一応見してみろよ。まーちゃんごめんねって言った後、僕はいつも、うん、デカメガネって言ってます。あ、やめた方がいいな、やっぱな。よかった、今日聞けて。デカメガネは家に置いてきた方がいい。いや、でもそんな感じでやってった方がいいかも。あ、なるほど、もっとどんどんこう。でもこれ大鶴姫をちょっと潰したらあかんで。あ、そこはその加減も大事なんです。その加減も大事。バランスを取りながら。そう、バランスを取り。僕も見てもらえるようになります。ありがとうございます。さあ、続いてはエミリンちゃん、お願いします。はい、私も YouTube 始めても6年ぐらいで、うん、6年か7年ぐらいなんですけれども、あの最初の挨拶をいつもエミリン、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 チャンネルさあ始まるよって言ってから始めてるんですよ。よくある YouTube の挨拶みたいな。なんか笑っちゃう。それ何？ガチですよ、やめてもらっていいですか。いやいや、でも そうやってやらないといけないんですか。いや、そう、一番最初にその私が始めた頃の YouTuber はみんななんかそういう YouTuber っぽい挨拶してたんですよ。なんか、こんにちは、なんちゃらですみたいな。もう一回やってもらっていいですか。あ、エミリン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 、チャンネルさあ始まるよ。はい、今日なんですけれども。そんな笑うとこじゃないですよ、マジで。おもろいやん。ねえ。あ、ほんですか。もう一回いいですか。もう一回みたい、確かに気に入っちゃった。もう一回だけ、もう一回だけ、もう一回だけ気に入っちゃったみたいです。エミリン、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 チャンネルさあ始まるよ。はい、というわけで今日のすごいっすね。何がですか。1秒もなんか誤差がないというか。精密ですね。精密機械。でもこれをなんか最近本当にコメントとかですごい視聴者言われるのは、もうなんか昔はもっと元気いっぱいでやってたのに、なんか30歳になって年相応になって元気なくなっちゃったねみたいなんで。いえ、もう一回いいですか。もう一回、もう一回見たくなっちゃった。はい、もう一回いいですか。はい、もう一回。エミリン、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 チャンネルさあ始まるよ。
いやおもろいって、ね、すごいな。いやすごいよ。何ですか、ええ、このずっと同じテンションでずっと今のもすごいって、はい、そんなことない。1秒も寸分狂いなくやってるからマジですごいと思うね本当に。俺もね YouTube もやってるけど、はい、なんかいつもねちゃうんすよ、なんか入りが。あ、俺はうーんベン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 ウェヘヘっていうやつやってるんですけどっていうやつ。俺でも体調により違うんすよ。ウェヘヘがウェヘヘみたいになったりするから寸分狂いなくエミリン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 チャンネル始まり、すごいと思うよ。でもクレームが来るんですよ、ちょっと元気ないねみたいな。いいいいいら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 、今めちゃくちゃ思うよ。わかりました。あ、これで10年後もこれエミン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 チャンネルってやってや。わかりました。これめちゃくちゃすごいって。変えなくていいんですか。変えなくていい。変えなくていいんだ。変えない方が絶対おもろいって。わかりました。エミン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 チャンネル、はい、始まるよ。あ、しんどーとかっていうのもいいやん。そんな瞬間だけはもう、そこはもう完璧にやるんだけど、体調により、はい、しんどって言うのもいいし、あ、全然いい、うん、そのエミリン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 チャンネルだ始まるよイエーっていうのもいいし。あ、それ後で変えるのはいいけど、そう後で変えるのはいいが、そこはもう完璧、はい、もう、あ、ありがとうございます、うん、じゃあ解決しました。してないんですけど、めっちゃおもろいもんだ。ありがとうございます。明日への元気パワーを身につけよう、元気が出るパワー講座。元気になるためには先立つものが大切。まず最初はですね、起業について学びたいと思います。特別講師は未経験者を稼がせるプロ、島田塾の島田義之さんです。お願いします。はい、島田塾はですね、経済的豊かさと心の豊かさの両立を目指した企業塾でございます。そんな島田さんに企業に関するクイズを出題してもらいましょうということで。企業に失敗しやすい人の特徴はズバリ何でしょう。はー、はい、エミリンさん、はい、これ私実体験だから合ってると思うんですけど、はい、西野さんのオンラインサロンに入ってる人。はい、ではひなさん、ノリや遊び感覚で始めちゃう人。いや確かにね、これ結構ね、あ、それ近い、近いですね、はい、近いです。ザコシトさん、はい、宮迫さんかな。これね、正解お願いします。はい、正解は、情報不足でスタートしてしまう方です。なるほど、情報不足でスタートしてしまう。それはやっぱ正しいやり方で正しい努力をするとうまくいくっていう前提がございまして、まあこのやれ正しいやり方の部分はしっかりと勉強したりとか情報仕入れて、はい、その上でやった方ってやっぱりすごく成功しやすいなと思います。はい、続いての問題お願いします。僕の塾は40代以上の女性が8割を占めるのですが、その受講生さんがお金を稼ぎたい一番の理由とは何でしょう。おお、お、ユーチムさん、どう、旦那さんと離婚して一人暮らしするとおお、これはどうですか。いや今回の答えとは違うんですけど、はい、ぶっちゃけ多いです。あ、多いですか。そういう方も多いです。お、ではリオンさん、はい、ホストに行きたいっていう方がいる。僕のお客さんにはいないです。じゃあみゆきさん、純烈とつながりたい。やっぱね、お金でね、資金がいりますから、資金がいりますから、やっぱりライブとかいっぱい行かないといけない、はい、家で見てるだけではね、会えませんから ねつながれない。じゃあ大鶴ひま、はい、一度でいいから見させてみたい、私がへそくり隠すと思って笑点みたいな。いや見させたいんですよ。ちっちゃいエイヤーいただきちっちゃいエイヤーでしょ。はい、ザコシトさん、札で吹きたい。大好きだな、もう大好き、大好きですね。札で正解ですか。あの不正解です。正解しちゃったな。正解です。では正解お願いします。はい、正解は、ご主人の収入に頼りたくない、自立したいって方がめちゃくちゃ多いです。なんだそっちか、考えれば分かることだな。さあ島田さん、元気ジャパンメンバーの企業偏差値はいかがだったでしょうか。企業偏差値は、はい、100点で。いやいいですね、企業偏差値が自慢できますねこれで。自慢取ったことないから。続いては売上につながる TikTok 運用です。講師はコンサル先の総再生回数はなんと1億回超え、
TikTok コンサルタントの星さんです。よろしくお願いします。それでは問題をお願いします。TikTok ではおすすめに出やすくなる、コツが存在します。そのコツとは一体何でしょうか。エミリーさん、はいはい、TikTok 見ててよくあるんですけど、否定から入る、なんかちょっと待って、その線が間違ってないみたいな。確かに見たことあります。見たことある。ちょっと待ってみたいな、否定から入る。めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいですね。みゆきさん、お願いします。まあ、よく見るんですけど、あの泣いてる子供見つけたらすぐカメラ回す。見ますね。よくないな、子供を泣かしたらね。リオンさん、なんか動画の最初に、はい、絶対に見ないでって。あ、なるほど。逆にね、逆に興味を絶対に見ないで。腹立つよね、あれ。はい、見たくなりますよね。この中で一番なんか心理学的要素をついた回答かなと思います。いい答えです。星さん、正解お願いします。はい、正解は冒頭 0.5 秒に命を懸けるです。おお、だってエミリーさんもね、あ、そう、ちょっと待って、その線が間違ってないとかが合ってるところですよね。めちゃくちゃいいですね。まさに、はい、まさに。そうなんだ。もうスワイプの速度がえぐいんですね。もうすぐパッパッパッていくので、はい、1秒も見ないんですよ。おお、なのでもう 0.5 秒ぐらいで、あ、なんか面白そうやなとか、そこで判断させないと、まあ、スキップされちゃうってことですね。なるほど。続いての問題をお願いします。フォロワーを増やすためにはプロフィールにある内容を入れることが重要です。それは一体何でしょうか。お、オアさん、フォロワー何人目標。おお、確かいますよね、フォロワー何人目指してますとか。はい、エミリーさん。はい、とかおじさんとかがよくやってるんですけど、なんかアット港区とか、なんか自分のいる場所を書く。確かにいますね。あ、でもいいですね、結構それもいいと思いますね。いいんだ。はい、ミマさん。はい、テーマ、投稿の例えばダイエット系を載せてますよとか、美容系載せてますよとか。なるほどね。ほぼ正解に近いかもしれない。ほぼ正解に近づいてます。お、正解をお願いします。はい、これあのプロフィール文章なんですけども、はい、フォローするだけで〇〇、これやることですね。はい、はい、どういうことですか、フォローするだけで〇〇って。まあ、女性の方でしたら、まあ、フォローするだけでメイク上手くなりますとか。ああ、なるほどなるほど。では、まあ、フォローするだけで、まあ、分かんないですけど、まあ、爆笑ネタ書くようになりますとか。はい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 、そういったことですね。このアカウントをフォローすれば、はい、こういったいいことがあるんだなっていうのが一瞬で分かること。なるほど、これがめちゃくちゃ重要ですね。なるほど、グルメ情報に詳しくなりますよね。そうですね。ああ、確かに。そういうことか。あ、私一個フォローして定期的に見ようかなと思いますね。あ、いいですよ、めちゃくちゃ。あ、じゃあ俺もやってみようかな。フォローするだけで嫌な気持ちになりますか。フォローしたくないな。講師の星さん、元気ジャパンメンバーの TikTok 偏差値はいかがだったでしょうか。いや、皆さん本当やっぱりタレントさんなんで、皆さん本当回答が素晴らしくて、全員100点に近い。おや、おや、すごい、すごい、自慢できますね、これね。100点ですかね。これは自慢できます。ぷっくり可愛いパール&ラメ、キラキラピンクのビビットロゼ、重ね使いでツヤ感アップ、ナイトケアにもクリスタル。ぷっくり潤うツヤ感リップ、イスピラ。ご飯、それは元気の源。日本を元気にしようと経済活動の最前線で頑張っている社長たちは、どんな元気な源を食しているのでしょうか。社長ご飯。確かにゴールド多いっすね。そう、その稼いだ先ですね、それは。今回ご馳走してくれる社長は、前回パワー講座でインスタアピリについて教えてくれたチョナさん。脱サラして故郷の新潟でのんびり高収入を得ているというチョナさんの社長ご飯は。社長ご飯ですね。すみません、お決まりでやらないと気が済まない。何かやらないと気が済まない。ここの焼肉屋さんさんがこれよく来るんですか。はい、そうです。あの、本当に家近くて、はい、結構地元で美味しいって有名なんです。はい、家近いってめっちゃなんかメディアで個人情報言ってるから大丈夫なんかな。大丈夫です。インスタの、はい、アフリエイトって言って、まあ、広告収入ですよね、はい、それで成功してるんですよね。やらしい話を聞くと、はい、月収どれぐらいとかなんですか。月だと、まあ、300、400ぐらいは、あの、毎月
普段どういう生活されてるんですか？あ、インスタのアフィリエイトだともうほとんどスマホでできちゃうので、はい、そうですよね。で、まあ、あと時間も結構もう外注とか人に任せることが多くなっちゃってるんで、なんでこうスマホで、まあ、大体連絡したりとか、まあ、軽い投稿したりぐらいで、あとはもう、まあ、自由時間、はい、自由時間え、もう上がってるじゃないですか。いやそんなことはないですけど。意識してるところとかあるんですか？まあ、当たり前なんですけど、ちゃんとコツコツ勉強は、ああ、まあまあ、日々して、であと、まあ、誰よりもやっぱりこう手を動かしてずっとこう改善はし続けてきたんで、一応なんか上がってるとかよく言われるんですけど、あのなんかまあ、今でも頑張って努力しないと。なるほど。なんか怖いなと思って。上がってるふりして勉強してるんですね。要は。そうです。まずインスタでショート動画やれば。あ、ショート動画なんですね。ショート動画。へえ。ストーリーでやるんですか？そのちゃんと、あ、こ、投稿でやるんですか？投稿で。どのぐらい、何秒とかあるんですか？最初の 1,2 秒が全部決まります、ね。最初の 1,2 秒で興味引けなかったら、はい、てか再生回らないのは最初の1秒2秒のインパクトがないだけです、ね。ドッキリとかだと落とし穴の落ちてるところから始まったりとか。なるほどね。結末から始まる、サビから始まる音楽みたいな感じですね。そう、本当そうです、ね、本当そうです。なんで僕もその人に頼んでるのは、はい、僕が発信、その発信するジャンルの伸びてる人のバズってる動画を全部リサーチして、でその冒頭の2秒を全部切り出して、いやー、そんなんしてんすね。でそれをじゃあこっちだったらこういう風にやっていこうかみたいな。上がってないやんか。めっちゃ頑張ってるやん。や、めっちゃ頑張ってます、ね。はい、楽して成功はないんですね。すると、つぼ漬け、カルビと確定、ここのお店、うん、これが美味しくて。あ、よく食べるんですか？あ、よく、はい、食べてます。こんな感じで長いカルビが、うん、すごい。これは美味しそう。早速いただきましょう。まずは角的から。あ、うまいな。野菜がサクサクしてるわ。あ、そんなに辛くないですね。あ、そうです、そうです。ね、うまいな。うまいですか？うん、あ、全然しつこくなくて、うん、美味しい。アフェリエイトカルビですね、これ。アフェリエイト。ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。チョナさん、ごちそうさまでした。ふっくりかわいいパール&ラメ、キラキラピンクのビビットロゼ、重ね使いでツヤ感アップ、ナイトケアにもクリスタル。ふっくり潤うツヤ感リップ、イスピラー。前回大使オーディションで強烈な印象を残した SNS マーケティングで奥の資産を築いた岡田社長。こう見えて28歳。あ、分かんないよ。バカ老けてますね。そんな岡田社長の仕事現場に密着しました。で、月に10万円ぐらいだったら好きなことだけでもいける可能性あります。行われているのは岡田さんの経営メソッドを教える講習会です。最近 SNS マーケにも興味が出てきたこの方がお話を伺ってきました、ね、20代に見えないありがとうございます。改めてですけど、はい、どういうお仕事をされてるんですか？個人起業家を育てる企業塾というか、まあ、マーケティングの学校を運営させてもらってます。マーケティングの学校、はい、まあ、自分で事業をゼロから作って、はい、じゃあそれをどうやって売っていくっていうことをカスタマイズして、ね、生徒さんってどんな人が来るんですか？はい、あ、もう本当老若男女いて、はい、ということで生徒さんにもお話を聞いてみました。40手前にして手取り19万をもうちょっとやめたいなと思ったんで、その自分を変えた方です。3年経った今は月収で700万とかいく時もあります。あ、そういうんですか？はい。今は100万を超えましたね。毎月だから100万以上、150万ぐらいの時もあります。中にはこんな方も。はい、実は私岡田寛喜の母でございます。
で、お母さんが生徒でいるってこと。そうです。うちの母親はダイエットコーチをやってて、もともとオフラインで店舗構えて。ダイエットコーチやってるんですか。ダイエットコーチやってる。いや効果ないあの、まあ、女性向けのこうダイエット講座をやってたんですけど、なかなか売れないって言って、僕がちょっとアドバイスしたらめっちゃ売れるようになって、もっとちゃんと学びたいって言ってうちの学校に入って今めちゃくちゃ学んでる。ここで純一さんからお願いが。キャンプのオンラインサロンとかやったりしてですよ、はい、行った時はね250人ぐらいいたんですけど、さっき100人ぐらいで、はいはい、ちょっとなんかもうちょっともう一回伸ばしたいなと思って。なるほど、なるほど。なんかこういい方法ないですかね。なんかあります。ある。それこそもう全く新しい人に、純一さんがあのキャンプ、まあ、いわゆるキャンプ芸人みたいなところで認知が広がれば、あの全然増えてくると思う。そうですよね。僕たち強みにしてるのはショート動画。TikTok。 あ、そうです。 TikTok とインスタのリール。 TikTok も実はあるんですよ。あ、本当ですか。収益化になったんですよ。はいはいはい。で、昨日見たら予測収益あるんですよ、はい、過去7日間、はい、0ドルやったんですよ。そんなことあります、はい、0ドルですよ。伸びしろないってこと、はい、せっかくなんでちょっとショート動画撮ってみますか。今、はい、今から。おお、いいですね、いいですね、はいはい、キャンパーが知りたいこととか、なんかそういうお役立ち情報プラス、うん、その情報発信者の色が掛け合わさっていくっていうのが結構大前提、すごく大事 で、はい、でそれを考えた時に、まあ、やっぱり本田圭佑さんっていうイメージが強かったんで、そこでちょっと台本を2本。台本岡田さんが芸人さんばりにバズりそうなネタ構成を考えてくれたみたいです。フェザースティックって、ああ、はいはい、本田さん、本田さん、フェザースティックのコツ、これもお役立ち、知りたいんですよ。僕もキャンプやるんですけど、はい、苦手なんですよ、はい、でそういう人が、シザースティックですか、はい、本田さん、僕お笑い的に言うと、これ歯を立てずにっていう答えをと、ハセベを。純一さんも負けじとプロとしての意見を出し、構成を詰めていきます。あ、なるほど、なるほど。それでは撮影してみましょう。本田さん、本田さん、フェザースティックのコツを教えてください。シザースティックであればですね、ボールをしっかりとこうまたぐように足をかわしていくことでシザースうまくなりますね。あ、シザースじゃないですね、フェザースティックですね。あ、フェザースティックですか。もうそうですね。まず、まあ、コツとしては、マコマコ、いい加減寝なさい。まあ、このようにまず長谷部を寝かしつけますね。あ、間違えました、歯を寝かしますね。続きを見たい方はこちらをチェック。なんか一回も想像したことなかった、キャンプとホンダを掛け合わせる。めちゃくちゃ面白かったです、はい、なんでもっと早く気づけよって話です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お母さん、ダイエットさせてください。美容を制するものは時代を制す。その最先端を生きるには必須の情報があるということで取材させていただきました。それはアートメイク。アートメイクとは、皮膚の浅い層にインクを注入し着色していく施術です。お風呂上がりやすっぴんの時でもメイク後と同じような顔でいることが可能です。このぐらいもうめちゃんこ大事、とにかくビジネスにおいては一番大事。そんなアートメイクの第一人者、千里さん、韓国の最新技術と独自の技術を融合させたメソッドを確立、アートメイクスクールビビメイクを運営しています。ビビメイクの、技術は、まあ、そもそも他社と差別化できる素晴らしい技術なんですけれど、さらにあのインスタグラマーが SNS の運用サポートしてくださったり、まあ、こうやって BBT であの事業者が受けるような内容の研修を毎月してくださって、アートメイクを受けた、まあ、その先の本当の G を手に入れるために必要なことをもうたくさん教えてくださいます。ということで早速この方が千里さんにお話を伺ってきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと僕はあんま分かってないんですけど、千里さんがそもそもこのアートメイクのスクールをこのやろうと思ったきっかけみたいなのを話してほしいんですけど。はい、私あのそもそもあの彫師なんですよ、はい、あのそもそも私は18歳からずっと授業をやってて、うん、でうちは今アートメイクスクールなんですけど、はい、ぶっちゃけ生徒さんの皆さんにはアートメイクを手段として
うちのコンセプトでもあるんですけど3つの自由、はい、金銭的な自由、時間的自由、精神的自由、これをアートメイクの手段として手に入れていこうねって、あ、なるほど、いうことを発信してるスクールで、他のスクールとはどうなんか差別化があったりするんですか。世界でうちしかないっていう技術を使ってます。ちゃんと作って、ね、技術を、まあ、それはまあ差別化って言えば差別化なんですけど、うちの一番の特徴っていうのは技術を手に入れたとしてもそれを拡散する力、例えばマーケティング力だったりとか、拡散していく力っていうのが身についてなければそれをマネタイズすることって難しいと思うんです。まあそうですよね、職人さんやと思って来たけどどっちかというとビジネスマンな感じですよね。そうです。他のスクールさんは多分クリニックにスライド就職とか提携店にで施術をするっていうのが結構多いと思うんですけど、うちは完全フリーランス、自由というのを掲げていってフリーランスを育成してます、はいはいはい、へえ、なんか思ってた学校と違うな。突然ですがここで千里さんから簡単なクイズを出題。後ろに5名の方が並んでるんですけど、はい、そのうちの3名だけアートメイクを入れてます、はい、あ、なるほど。で2名は入れてない、入れて当てるってことですね。あ、そうそうそう、はいはいはい、3名は誰でしょうかっていう問題です。逆にほら男性の方が入れてるように見えるな。なんか女性はほら自分でできちゃうんかなとか思って、うん、入れてる、入れてる、入れてると思う、入れてる、入れてると思う、入れてると思う、入れてる、はい、入れてる、入れてる、入れてる、あと一人です。一人ぐらい女性入ってそうやもんなじゃあ入れてなさそうなやつを入れてるここで正解発表。純一さんが選んだ3名は当たっているのか。はい、まず入れてる。おっしゃ、入れてます、入れてない。おお、当たってる。入れてる。おおおお、入れてる、入れてる。おお、はい、入れてる。お前かい自然ですよね、割とね。さあ最後に視聴者の皆さんに一言ありますか。ビビメイクは日本だけじゃなく海外に進出するために立ち上げてます、はい、あ、そうなんですね、はい、なので頑張って、はい、暴れて、はいはい、海外に必ず行きますんで、はい、ぜひ覚えておいてください、はい、ビビメイク海外行くぞ。ゆっくり可愛いパール&ラメ、キラキラピンクのビビットロゼ、重ね使いでツヤ感アップ、ナイトケアにもクリスタル。ふっくり潤うツヤ感リップ、イスピラー。